秋田の名産品とかなんかのところにもあるんでしょうね。そうです
ですね、いろいろと教えていただいてありがとうございます。ありがとうございました。メールも本当今日もね、はい、ファックスもいっぱいいただきました。ありがとうございました。ラジオネームサミーさんはですね、はい、42歳会社員の方ですが、男性の方、アッコさんが歌う夜明けの歌、はい、メイクディスカバリーでおかけしましたが、はい、元陽さんとのコラボレーションですが、うん、初めて聞きましたがいいですねと。ありがとうございます。いい意味で力を抜いて歌っているのにスケール感、スケールの大きいこと、さすがですと。ありがとう。とても自分のことをオイラと呼ぶ方と同一人物とは思えません。かっこ笑いと。なんかオイラとオラッチが癖になっちゃって。そうですね、困りましたね、なんとか直すようにします。もうじきね、そうなんですよ、来週とかね、再来週ちょっと新曲のレコーディングしますんで、いよいよ。オイラまた、あ、私結構日々忙しい、あの日々で、あの節制して、はい、うん、あのよりいいものを皆さんにお届けしたいと、はい、あの思っております、はい、もう、もうええやん、もう今でも俺から別に自分で言ってるんじゃないですか、オイラやめるとかやって。いやもう、はい、いいのよ、はい、うん、私のここはあのつぶやきなんだよ。つぶやき、はい、この2ヶ月前回、はい、ということで、それがもう22年も続いてる。そうです、はい、ね、皆さんのおかげですけれども、本当にやっと過ごしやすい陽気になりましたけども、ね、まだまだ朝晩、ね、寒かったり分かりませんから、はい、体調にはくれぐれも気をつけて、楽しい週末と連休をお過ごしください。和田アキ子でした。日本放送柿原忠でした。それでは来週までお元気で、さようなら。